2018年12月14日の建て替え委員会では福祉センターが77点で現庁舎が62点、15ポイント差やったんですよ。でこれがですね、1ヶ月後になればですね、1月28日では 67.041 対67.208 ということでね、 0.2 ポイント差ほどで逆転してるわけですよね。 0.16 ポイントぐらいかな。でこれについて詳細に見たいんだけど、あまりにもおかしな配点になってるっていうことをお知らせをしますね。これ、まあ、ホームページにも出てきますよ。平成30年これ見てください。配点についてはこれ一緒なんです、この分配ね。で何がちゃうかって言うたら、この丸とか三角とかついてるのがですね、1ヶ月後になれば全然ちゃうということです。まあまあまあ、これ見てくださいね。地震による被害がですね、これもおかしいんですよ。現庁舎ね、現庁舎はですね、これ、耐震性能のその建物自体は目標はいけるんか知らんけど、地盤が軟弱やっていうことは市のフォームにも書いてあるんですよね。となればですね、ここに丸がつくこと自体がおかしいんだけど、まあまあ見てね、丸丸三角丸丸でしょ、三角1個しかないんですよ。でこっち側は×があって三角が2個あるんですよ。はい、こう見てください。9点と6点になってるんですよね、10点のやつが。こう不思議でしゃあないんだけど、なんでこっち9点でこっち6点になれるのねえ、この採点の仕方おかしいと思いませんか。3点差もっと点差あるやろということですよね。で次これ15点の配点になってます、防災拠点の分ですね。防災拠点についてはですね、丸×三角三角ですね、丸丸丸で、三角が丸でちょっとこっちが勝ってますね。15点ね、見て15点同点になってるんですよね。これもうどんな配点やねんというふうに思うんですよね。ほんでその次の10もね、これ丸丸丸でしょ、で丸三角になってるんだけど、これもまあ 7.5 点、まあまあそれはなんかよく分からんけどね、これどんな配点かほんまによう分からんんですよ。でこれが分からんんですよ、交通アクセスね。こっち 6.6 になってるでしょ、で現庁舎8になってるでしょ。よく考えてよ、おかしいと思いませんか。これ丸三角なってるんですよ。で、丸丸2つなんですよ。で×1 個ね。で丸が1個で×三角になってるんですよ。ということはどう考えたってこっちの方が点数低いじゃないですか、三角分ね。ところがこっちが勝ってるんですよね。何なのこれ。で町づくりなんかにしてもですね、町づくりこれ、上はまあ一緒やからええか、これね、地域貢献性5点で福祉センター負けてるんですよ。地域貢献性がこ丸々っていう、これですよ、ほら地域貢献性ね、丸々になってるんですよね。同じ丸になってんのに、なぜかこっちではこれが5点の半分になってるんですよね。で周辺の工事影響とかもこっちゼロゼロですからね、意味がわからんのだけど、3点中ね、3点中、まあこれゼロゼロはええけども、こっち側が民家立地してないって言うんだけども、9の26を挟んでですね、家はあるしね。で今の庁舎の斜め向かいというか、駐車場があるんですよ、公用車用のね。旧市民会館が建てたあの辺の周り北側についてはですね、家がありますよ。せやのになんでこれ振動や騒音の妨害性のやつが丸になんねやというようなね、不思議でしゃあないんですよね。でこっち側が勝つような判断になったでしょ、バツバツでね。で、環境負荷についても2点4点で、こっち側にどん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 上乗せをするわけですよね。で事業費も事業費ね、
事業費もこれ三角三角っていうのはおかしいんですよ。福祉センターにすればですね、プレハブの仮庁舎はいりません。1個建てたらみんなそっちへボン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 移したらしまいなんでね、一括で。でこっち側にする時には仮庁舎を一応プレハブのやつを旧裁判所のところですね、城の北側のところ五風荘の隣にプレハブを建てようかなと思ってるらしいです。でさらにそれでも足らん予定があるからどっかプレハブまた建てなあかんよねというような話を考えてます。で虫食いでやるから普通の庁舎は2年でできるんですよ。それは泉も貝塚も一緒なんだけど、それがですねここ8年かかるわけですね。備えしてなってきたらこの値段っていうのはこっち側の方がどう考えたって高いだろうということになるわけですよね、事業費ね。でもなぜかこっち0点になってるんです。でこっち5点になってるんですよね。こういうようなねおかしな採点で結局競ったような、ね、数字を初めから決めといて合わしてんじゃないのというふうに見えますよということです。だからもう一回これと詳細にね皆さんこれ見ていただいたら分かるんですけども、これなんかでも丸丸丸で三角バツバツでしょ。 でね丸で三角、まあこれはまあええわ、これはまあまあ正当でしょう、正当やけどもそういう三角やった半分ですよというような、そういう付け方したらほんまにこんな点数なるんかということですよね。でこっちの方が雑やからもうちょっと詳しいやつをこっちでやったって言うんだけども、その辺したらなんでこっち側の評価の、ね、点数のやつがこっち側では逆転するのかということ、これも説明がされてないので一応これ詳しくまあ見てください。